名古屋市役所長部詳細名古屋市役所と愛知県県庁名古屋市役所は地方公共団体である名古屋市の執行機関としての事務を行う施設である名古屋市中区の北寄りに位置する1933年に竣工これは政令指定都市の中では1927年竣工の京都市役所に次いで2番目に歴史の長いものとなっている 名古屋市役所は本庁舎、東庁舎、西庁舎からなり、本庁舎の裏手に東庁舎、大津通を挟んで向かいに西庁舎が建てられている。本庁舎は昭和天皇即位の記念事業として建設されたもので、公募によって選ばれた平林金吾の設計をもとにした近代的なビルに和風の瓦屋根を乗せた日本趣味を基調とした金星式の衣装が、 特徴的である。本庁舎は2014年12月10日に名古屋市庁舎一棟として国の重要文化財に指定されたほか名古屋市都市景観条例に基づく都市景観重要建築物ともなっている。テレビドラマや映画などでロケ地として外観、品質、成長などが使用されることもある。名古屋市東庁舎1966年9月30日観光。 同年10月3日から使用開始。総工費は26億2000万円。名古屋市に視聴者名古屋市役所の組織としては、2020年4月時点で以下の部局が設置されている。総務課、危機管理企画室、危機対策室、地域防災室からなる。総務課及び危機管理企画室については、東庁舎1階、危機対策室及び地域防災室については、 東庁舎8階にそれぞれ所在する。名古屋市港防災センターは、危機対策室情報、啓発担当が所管する。総務課、職員課、環境企画部、地域環境対策部、ゴミ原料部、事業部、施設部からなる。名古屋市内の16行政区のうち、6区に所を設置している。ありがとうございます。